いつもご視聴ありがとうございます。トラジロです。今回の動画は、山本太郎さんと小沢一郎さんの、コラボ凱旋なんですね。ものすごく新鮮だったので、ちょっと動画を、フランス店の及川さんから、許可をいただいてお借りして、切り抜き動画を作りましたので、ご覧ください。来ていただきました。いよいよ知事選挙も今日、明日、明後日まで、皆さん、山本太郎さんの熱い言葉を聞いて、ぜひ投票に足を運んでいただきたいと思います。山本太郎、令和代表が本当に忙しいところを駆けつけてまいりました。本当ありがとうございます。山本代表と私どもは、同じ理想を目指しつつ、そしてお互いに力を合わせて、より良い国民の皆さんの、地域の皆さんのための政治を作り上げよう、そういうことで力を合わせてまいりました。お忙しい日程をわざわざ今日、盛岡まで足を運んでもらいました。私はその代表の本当に温かい、限りない友情に心から感謝をしているものでございます。どうか皆さん、その代表の声を、代表のお話を聞いてください。それでは山本代表をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、れいわ新選組代表の山本太郎と申します。よろしくお願いいたします。皆さん、ひどい世の中だと思いませんか？日本の将来に夢が持てますか？希望が持てますか？多くの方々はおそらく不安しかないと。全国いろんなところに回っていろんな人たちの話を聞くと、多くの方々は口にするのは将来の不安です。じゃあこの国に希望は全くないのかというと、私は違うと思います。この国を変えることができる、その鍵を握っているこの国の最高権力者は、この国に生きるあなたです。皆さんです。あなたがいなきゃこの国は変えられない。皆さん、日本ってどんな状況だかちょっとイメージしてもらえますか？残念ながら日本は30年間経済不況が続いています。30年間経済が不況、そのような国は賃金も30年落ち続けます。先進国の中で実質賃金下がりっぱなしの国は日本だけです。30年経済がほぼ成長しない、そのような国になっているのも先進国の中で日本だけです。先進国の中で最も貧困がひどい状況にある。6.5人に1人が貧困、これも先進国で日本がトップです。あの日本はどこに行ったんですか？ジャパンズナンバーワンと呼ばれた日本は、ものづくり大国で多くの人々が豊かな生活を送る、将来に対しても不安はあまりなく、どちらかというと希望や活力にあふれたあの日本はどこに行ったんですか？残念ながら30年間政治の裏切りによりこの国は食い潰されようとしている。この国が政治によって壊されたならば、その国を変えるのも政治の力です。政治によって変えられる、その鍵を握っているのはまさに今この場にいらっしゃる皆さん、そして信号をお待ちに待っている皆さん、この場にいらっしゃらない皆さんも合わせて、この国に生きる有権者がこの国を変える最も力を持った最高権力者なんですね。このまま死ねないです。もう一度日本をものづくり大国、世界の中心に、世界のトップを走り、そして平和と経済を持ってアジアをさらに安定した地域に導いていく、このような日本をみんなで作っていこうと思いませんか？いかがですか？そのためには何が必要か。おそらく将来的には与党を打ち倒すような野党の大きな塊が必要になってくるでしょう。それを考えたときに、私は自民党の手の内を全て知っている小沢一郎さんの出番だと思ってるんですよ。
あまりにも今の永田町は小沢一郎を怖がりすぎている、そう思ってるんです。小沢一郎さんが関わると全てを壊される、そんなことを考えてるんです。でも冷静に考えてみてください。30年続いた不況、これは私与党だけの責任だとは思っていません。野党にもこの責任の一端はあるんだろうと思ってるんです。口や行動では理想を語りながらも、やはり権力の交代というものが前に進まなければこれは実現するものじゃない。だからこそ敵の彼らの手の内を隅々まで分かっている人間をしっかりとアドバイザーとして、知恵者をしっかりと政権交代をし、この国に生きる、そして首が締まっている状態で這いつくばっている事業者の方々を助けるためにも、これはみんなで一丸となって先々やっていかなきゃいけないことだと思っています。今こそ私は国会で小沢一郎さんの知恵が必要な時だと思っている。皆さんはいかがお考えですか。今すぐにそのような形は無理だったとしても、必ずやそのような塊を作り、そして皆さんの生活を底上げし、日本の経済を立て直し、そして平和というものをもとに世界を、アジアを安寧に導いていくということをできるのが私は日本という国、そう思ってるんです。一緒にみんなでそのような国を作っていきませんか。大阪のおしゃべり会の時に、ちょっと質問者の方でシンガポールに行かれましたけれども、立憲民主党との、野党共闘はあるんでしょうかっていう質問があったと思うんですよ。その時に山本太郎さんはないですと言ってたので、だけど、含みをちょっと持たせてたんですね。ちょっと分裂しないとないですみたいな感じだったと思うんですよ。だからやっぱりちょっと小沢さんチームと、まあ小川淳也、まあ小川淳也さんって僕はちょっとどうなのかなってちょっと思っちゃうんですけれども、小沢さんチーム、まあ小川淳也さんを含んでるんですけれども、その小沢さんチームと、もしかしたら、ちょっとなんかしようかなと思ってるんかなっていう雰囲気が、ちょっとこの動画を見てると感じますね。でもそうしないとやっぱり大きくなれないので、政権交代っていうのは見えてこないので、なんとかしてくれよっていう気はするんですよ。令和だけを、もちろん大きくするっていうのは一番必要かもしれませんけれども、やっぱり人数が足りないので、ちょっとまとまってほしい部分があるんですね。合流してほしいなっていう部分があるんですよね。その希望、期待、を込めての、まあ、この、キリン抜き動画を投稿しようっていう、そういう感じですね。してるよ、と思います。あ、そしてこの動画を貸してくれた及川さん、ありがとうございました。及川さんは、以前の、大阪であったじゃない、全国回ってた、令和新選組の代表選の時に、一回だけ、及川さんとちょっと話したことあったんですよ。多分、及川さんは覚えてないかもしれないですけれども、話したことがあったんですね。そこでちょっとだけ面識はあったんですけれども、そして、ツイッターの方でね、ツイッターは、相互フォローになっているので、それで、DM しまして、動画引用させていただいていいですかと言って、どうぞと言われたので、今回、この動画を投稿しました。まあ、ちょっと、まあ、どうなになるかわからないですけれども、次の選挙ね。まあ、ちょっとは、野党共闘に含みを持たせるという感じだったんではないでしょうか。以上です。ありがとうございました。